ここです。皆様ここ。あ、はい、見ないでよ。目つぶっててよ。目つぶっててよ。目つぶってて。目つぶってて。はい。おかえりバンドケバン。どうぞ目隠しを外してください。いやリアクションおかしいから。バーン。さあここはどこでしょう。人んち。うん様、はい、実はこの家買いました。素敵なお家ですね。嘘です。なわけないですよね。うちにはそんなお金ないです。バンディです。うんちゃんです。はい。何ですか今の茶番を。茶番をね一回挟ませていただきましたが、とても素敵なお家に今来ております。はい。どうですかその今家買って1年ちょっと経ちましたけど、なんか不満とかってあります？気に入ってはいるけど、不満はまあちょいちょい撮影とかするんで、うん、ちょいちょいね動画映えするところが少なかったりとか。そうね、もうここ見てよ、このどこ撮っても映えますから。不満ではないものの、YouTube をする上ではもうちょっと映えてほしいな。そう、キッチンこんな感じがいいよね。いいよね、やっぱり。未来の我々のお家っていうことで。今回こちら見学させてもらおうということで、いいですね、はい、お邪魔させていただいております。まあね、ローンはまだ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 あるんですけど夢を見ましょう。はい、今回はですねこちら、東京都は昭島市にございますログウェイベスタマさんというところにお邪魔させてもらっております。ベスさんのですねログハウスや個性的な木の家が見られる場所となっております。もうね、見てもらって分かる通りでございます。見学をねすることができるんですけど、その際にですねそこの営業さんがついてきちゃったりとかすることが多いと思うんですけど、こちらはねついてこない、自由に見れるということで、我々自由に茶番とかさせてもらっております。ゆっくりと自分の将来の暮らしを想像することができます。また場内では、薪割りなどの体験ができたり、週末にはイベントを開催していたりするそうです。ここはその見学することができる家の一つですね、G ログ夏とい うお家のリビングになっております。私たち家探すときに最初はね本当は木のお家探してたんで、ね、そう探してたんですよ。結局買わなくて、でも次買うときはやっぱ木のねいいよね。はい、ということで、ね、まずここをね、まあ、まるで自分の家かのように他にもいっぱいあるんで、そういうのも見ていきたいなと思っております。次に住む家探しですね。そうですよ。じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、はい、G ログ夏というですね、お家の今中ですね、ここがまあ入り口玄関になっておりまして、このね吹き抜けはもうね一生憧れるんじゃないですか。このやっぱ開放感、これね、これがやっぱり素晴らしいですよ。ここね薪ストーブがついてます。煙突出てますよ。これがだからね、薪ストーブだけあればいいわけじゃないんですよ。薪ストーブってこのちゃんとね火に強い地面とね壁があって煙突があって初めて使えるんで、めっちゃ可愛いねこの薪ストーブ。ここはダイニング。ダイニングさっき座ってたね。家具選ぶよね、やっぱりこの家具めっちゃ合ってるからいいけれども、ここに今ソファーあって、ここリビングみたいになってますけど、ここも一応こうやってねできるんだ、区切れるようになってる。ここがまあテレビ置いてあったりとか。いやどうする、でも我々だったらどうする、ここ俺編集部屋じゃない。あ、確かにここにつくさデスク置いてさ、まだ書斎っていうかさ。あ、トイレじゃないそこ。ここトイレ。うん、あーおしゃれ、トイレも全部木だ。ここ小1時間過ごせるわ。お風呂、洗面台、うわマジで全部木なんだね、すごいね。さすがにお風呂は、お風呂はさすがにお風呂です。お風呂はお風呂ですけど、キッチン、まあ、家具とかねはまあそれぞれ自分の好きなものを置いたらいいと思うんだけど、扉のない収納ね、いいね。店収納ですよ。僕には無理だ、断捨離するしかないな。そうだね、見せれるもの以外は捨てる全部見えちゃうから。いやでもおしゃれだな。2階見てみましょう。あー見て、ウン様憧れの
憧れのクルクルだよ。憧れのやつだ。天窓もめっちゃいいじゃん。2個もね、ついてる、ね、めっちゃ明るいね。めちゃくちゃ良くない？ああ。日差しが当たるんで顔が真っ白になってます。そこにも部屋がある。ね、もうあと2部屋ありますよ。あ、ここ寝室です。あれですね、こうやってさ、たまにこう木じゃない壁があると、木じゃない壁と木の部分があることで、こうなんか木がより引き立ってかっこいいですよね。こっちにも部屋があります。あ、こっちは子供部屋がイメージして作ってありますね。かわいい。いいですね。子供いても暮らせますね。ちょっとこれ上行っていいですか？おお、ここは、なんて言うんですか、グルニエって言うんですかね。なんか収納する場所って感じですね。わー、素敵だよ、ここ。2階にこんな素敵なウッドデッキみたいなさ、屋根もあるし。下手したらここで寝ちゃうよ。広いね、そのウッドデッキみたいなやつ。シンクあります。ここでバーベキューとかもできちゃう。というわけで G ログ夏でございました。 G ログ夏にあるブランコです。いいですね、ここを見終わって続いてモデルがいっぱいあるんで、特に気になる家だけね、こうつまんで紹介していきたいなと思うんですが、ちなみにラインナップはこちらのようになっています。受付でねもらったマップがあるんですけど、こんな感じで、たくさんあります。今見たGログ夏、それからカントリーログハウス、ワンダーデバイス、ワンダーボイド、ほどほどの家、そしてログ小屋のイマーゴシリーズ、据え置きタイプ2種と、移動タイプ2種が置いてあります。ちなみにこちらの展示場は予約不要でいつでも気軽に来ることができます。受付でねアンケートに記入していただければ営業さんがねつくことなく、自由に回ることができるのでですね、ぜひ皆さんね来てみてください。というわけでね、次僕イマーゴイーテルっていうのが気になってるので、そちらを見に行きましょう。はい、イマーゴイーテルというイマーゴシリーズの、イーテルというものでございます。これなんと見て、タイヤついてる。すごい。ということはこれ移動できるんですよ。このように車で引っ張って走れると。大きめの排気量のある車で引っ張る必要があるみたいなんですけども、軽とかでは引っ張れないです、少なくとも。こういうログハウスを引っ張って移動して自分の家をどこでも展開できるっていうね。ちょっとお邪魔してみましょう。あらー、広ー、広いっすね。ベッドがさ、こっち向きよ。ああ、寝れるじゃん。この上がさ、この、なんて言ったらいいの、テント生地みたいな。自然光をこう通すから明るいし、めっちゃ広い。手届かないんだぜ。無限大っすね、使い方。釣り行く人はこうやって、竿を飾ってみたり。軽キャンだったら、こんだけしかないからね。これで旅に行ったら楽しいだろうな。運転はちょっと大変かもしれないけど。というわけで以上、イマーゴイーテルでございました。特に気になったのをね見ていきたいなと思いまして来たのはワンダーデバイスというモデルでございます。すごい綺麗、はい、かっこいいですね。ここもここもまたいいね。すごい、あれ運転、運転。運転があるよ。さっきのは三角形だったじゃないですか、家全体が。今回はね、すごい真四角なんですよ。すごく近代的なログハウスっていう感じで、この窓大きいのとかいいよね、めちゃめちゃ憧れる。キッチンがあります。キッチンめっちゃ広い。あー、かっこいい。こっからの見た目めっちゃいいですよ。やっぱさ、リビングに階段あるって、あれがやっぱり贅沢よね。この上のこの、見せ張りって言うんでしたっけ、これを見せてるのがやっぱかっこいいですよね。これすごくない？めちゃめちゃでっかい扉、はい、扉がでかいからここ開けた時の開放感すごいですね。すごい、僕らの生活に合ってるのはこっちかもなとかちょっと考えちゃうね。2階もちょっと見てみましょうか。あ、なんか秘密基地感があるね。ここがさ、一つの部屋っていうより空間っていう感じになってて、でも暮らせるんだよ。非常に開放感のある空間になってます。で、ここが、まあ、一部屋、かっこいいね、うん、で、こっちが
まあ、女の子って感じにしてあるね。かわいい。かわいい。全部き、いい匂いだね。いい匂い。というわけで、ワンダーデバイスでございました。次行ってみましょう。はい、最後にやってきましたのはこちら、ほどほどの家っていう名前のモデルでございます。名前がすごくない？ほどほどの家ですよ。家なんかほどほどが一番ですよ。確かになと思う。ここまで土間で、ここでね、ストーブが、薪ストーブがあって、この作りやばくない？このテラスに、テラスっていうかウッドデッキに、こっからも向こうからもリーチできるっていう。すごいね。なんかもう外と中がマジで一体化してるというか、トーンが全部暗いですよね。木のトーンが今までのに比べると。でっかいダイニングテーブル置いてる。あ、バンジーの編集部屋じゃん。ほんとだ、書斎かっこいい。あ、書斎すごいね。これはすごい。これはいいわ。あ、めっちゃいいね。これ動画映えするよ。いいよ、ここでね。さあ今日は何作ってきますかっつって、どんな年代にも合うっていうか、僕が例えば60歳になっても好きなまんまでいられるっていうか、いいですね。あ、うちと同じ冷蔵庫だ。お風呂かっこいい。ここ木だよ、お風呂。いいわ。綺麗だね、この洗面所もね。2階、見たことない楽器置いてある。合う。この家に合ってる。なんか大人だね。うん。ログハウスっていうよりは古民家に近いよね。広い。マジホテルみたい。ホテルみたいだね。ほどほどの家ってずるいな、名前。めちゃめちゃ引き込まれちゃった。はい、というわけでいろいろね、見て回らせていただきましたけれども、楽しかったね。楽しかった。いろいろ見れたんで、それぞれね個性があって、どれにしようかな、あれにしようかなみたいなのがすごく楽しかったです。全部細かいところまではね、この動画でも見せれてないし、僕らも見れてないので、また遊びに行きたいなと思いつつ、皆さんもよかったら全国にベスございますので、足を運んでみてください。ベスに関する詳細は動画下概要欄にございますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。それでは皆さん、いってらっしゃい。